今日のデイリーマインドセット。今日のテーマは、相手の状況を鑑みよ相手の状況を鑑みよで、これはどういうことかっていうと、まあ今日ですね、まあホテルで、これ今ホテルなんですけど、まあ、朝7時ぐらいですかね。7時ぐらいから、今何時だ今が、 夜の7時ですから、もう12時間ぐらいですね、ぶっ続けでずっとここで仕事してるって感じなんですけど、まあ早いですね、ノンストップって感じで,でしたけどね。で、いや、ちょっと学びをですね、シェアしようかなと思うんですけど、相手の状況を鑑みよう何かっていうと、あの、一つ、まあいくつかあるんですけど、まず一つ、この話をしようと思ったきっかけはですね、 今、保険料サービス分野っていうのをやってるんですよ。で、オールインワン問題集って出してて、で、オンラインサイトも出してると。で、これ、全部私が一人でやってるわけですねで。申し込み受けて、それ、ね、こう、その名簿の管理から、で、入金ベース、入金が入る、で、その人に入ったってチェックする、で、その人に対して送る、メールを送ると、アクセス権をですね、送るっていうのを全部一人でやってるんですね。 でど今日はオフですけどあのセミナーもやってるわけですよね普段。だから非常に大変ではあるんですでこの状況を理解しなさいって話ではないですそれはちょっと虫がいいですそれは私が思うとすればでも虫がいいんですけど虫がいい中でも虫の良さをかゆいところに手が届くって言葉ありますけど虫の良さをあのこうおもんぱかってあげられる人っていうのは重宝されますよ これは僕に逃走してくださいって話じゃなくてこれは知っいいいた方がいいです。私はいつもそうやって人を見るんであのこちらに正当性があっても相手の状況をもんぱがってあげたりするとそれが相手にこう伝わるんでそういうところもですねちょっと一段上級の何て言うんでしょうねこう感じになりますけどそれはまあ頭に入れておくと割といいかなということは思いますけど で、これの話はちょっとまた違うんですけど、そうやってバーって全部全員送ってたんですよ。もうな何百人で送ってたんですけど、今日。で、でまあ、収録も、KB の収録なんかもあったんで撮ったりしてたんですけど、で、あの、あるお一人の方が、あの、オンラインサイトを購入されたんですね。介護支援部屋のオンラインサイトを購入されて、で、その、備考欄があるんですけど、備考欄に書いてくれたんですよ。備考欄っていうのは、 うーん50人に1人ぐらいが書きますね。50人に1人ぐらいがメッセージを寄せてくれるんですよ。こういうのも、あなたも講師とられるとしたら、ちょっと何かしら役に立つかもなんで、紹介しておきますけど、まあ、普通に一言ぐらいよろしくお願いしますとか、お願いしますとかって人はいますけど、何かしら文章をですね、書かれる方っていうのは、50人に1人ですから、まあ、100人中2人ぐらいしかいないって、ほとんどいないわけですね。ある方がこうメッセージを寄せてくれて、 すごい心強いですと J さんのもうこの講義もめっちゃ分かりやすいです本当にありがとうございますみたいなあのまあ寄せてくれたんですよねでびっくりしたんですよ正直言ってでそれを買われた方がいてで私があの入金確認できた後にあのに送信するわけですけどで21日に入金されてる方だったんですねでそれが23日の昼前ぐらいに私は送ってるんですよ で23日ぐらいのアクセス券を送っ,て送ったら昼にですねで、23日の朝ぐらいにメールが入っててあの、21日に入金したのに、23日の朝の時点で何も、あのそのアクセス券とか来ないから、警察に被害届を出しますってメールが来たんですよ。で、それ見て <laughs>、おおと思って、そんなことはめったにないんですけども、まあ、ある意味、変な感じですけどね。 変な人って言ったら失礼ですけどまああんまいないですよねまあ1週間2週間3週間放置だったら分かりますよですけどまあ1週間1週間どころじゃない1日ちょっとぐらいでしょうかねだと思うんでそんな張り付いてねチェックしてるわけではありませんから私もですねでもまあ普通の感覚だと通販とかだったらね自動返信メールとかそういう専用の人がいるからそういうふうに勘違いなさることもね、えー、勘違いというかそういうふうにあの うん思うっていうのもね無理ないなっていうところもあるから私は責める気持ちなんて全くないんですよただ面白いなっていうふうには思ったんですけどですから、まあ、その方はおそらく YouTube 経由で購入されてるんで、まあ、私との一問一答のね私がちゃ,んちゃんとしてるっていうか詐欺とかじゃないということとかがあの多分わかんないわけですよ YouTube で見て J さんとかって本名も明かしないわけわかんない人から買ってですねでカード決済切ってねカード決済じゃない振り込みですよね振り込みやってで1日ぐらいで音沙汰がないからっていうふうに思ったっていうのもそこもだからわかるんですよだから責める気がないってあの言ってるんですけどねだからその方っていうのはそれってめっちゃ心強いですありがとうございますみたいなそういうポジティブな感情が私にね あってて出してくれたわけじゃないですかそれが途端にに警察に被害届出しますと、まあとに私それを、ね、見ずにメール送ったわけですからあの ID とかねアクセス権を送ったので何もないでち,ちゃんとあ「受け取りましたありがとうございます」って来たんですけどおそらくその方はそんなメール朝送っちゃったから「あちょっと失敗したなと」と、うん、だって何にもないことを取り越し苦労しちゃったわけでしょ。 でしかもそんなメール送っちゃってますから私に届いちゃってるわけでですからああっていう感じですよねや,やべえみたいなもうちょっと待っとけよかったみたいなやっぱ人間って思うと思うんですけどでこれを見た時に何を思ったかっていうとあのじゃあなんでその方そんなの送ったのかなっていうのは私はまあ推測できるわけですよねあったまん1問一答メール読者じゃないなとそんなのわかんないですけどわかんないけどきっとそうでしょうねっていうところはわかるわけですよ だったらそんなこと言わないじゃないですか私がセミナー回ってるとかもね知ってるしなんかこうそういう過去もね別にそんなことを7年もこの仕事やってて今更ねあのその1万円かちょっとぐらいのねもの欲しさに詐欺なんかやんないじゃないですかそんなの状況を考えたら分かりますよねその歴史を考えたらですけどそれを知らないんだろうってことは相手の状況をもんぱかるとでもう一つ言うとですねあの私これ思ったんですけど ここういういとって結構ありますよみんな知っておくといいかなと思うんですけどあの裏切られたくくないんんでですすよよね人っっっててめちゃこうやって強く出るんですよ例えば告白とかして振られた瞬間にめっちゃ冷たく当たるとかメールで送いい感じで送ってても返信なかったらただ見忘れてるだけで返信できてないとか仕事で忙しいから送れてないっていうだけでも。 あもういいよみたいなもう全然そんな風に無視するんだねもう知らないからねみたいな人いるんですよマジでいますよだからそういう人って傷つきたくないんですよだからあのそういうところをまず見てあげるってことですよねそういう人っていうのはだってさっきも繰り返しになっちゃいますけど私にめっちゃ心強いですめっちゃ明るいですしい,いですありがとうございますこれ頑張りますってポジティブな感情を抱いていた人なんでしょそれが一気にひっくり返るっていうのは やっぱその傷つきたくない怖さがあるんですよ。共通してるんですよね。ですから、あの褒め言葉言う人ってクレーマーとかになりますからね。ファンってクレーマーとかになりますよ。ストーカーとかにもなるけど。感情が大きく動く人って本当はどっちにも転ぶんですよ。だから、あのー、そういう傾向性もね、しておくといいですけど。ですから、そうやって、もう知らないからね、みたいな、そんなこんな無視するんだったら、みたいな。いるでしょ、あのメール、声で寄せてくれる人とかでも、友達とかでも。あ、もう無視するんだ、みたいな。<laughs> <laughs> あなたがそうだったらちょっと注意した方がいいですけど本当にそういう傾向性があるということですね。ですから分かるんで,でこういったことももしあなたがそうだとしたら今あなたは分かったってことなんですね。そういう傾向性があるとしたらあのあ私にもあるかもと思ったらちょっと注意したらいいですよね。で人でもそういう人っていっぱいいますからね。うん、ですのであの部下でもいますしいろんな人でいます。めっちゃこう あの「はい私に任せてください」みたいな言ってくる部下とか慕ってくる部下っていうのはあなたを裏切る人にもなりますからね裏切ったりとかあるいはあの裏切るっていうかねうん別の感情を抱きやすいっていう感じですよ、うん、そういうようなところもあるとかコロッとひっくり返りやすいんで気をつけた方がいいですそれは警告してんじゃないんですねでその人も悪くなくてそういう傾向性があるんですよその人にはそういう感じのですね そういうういいいいのを知っておくとといいかなというところですねで。自分がそうだとしたらちょっと待とうと相手は別にあのあの自分を陥れようとか裏切ろうとか傷つけようとしてんじゃないんじゃないかと単純にメールも見落としてるだけとか LINE も既読になったけど忙しいから返せないとか何かしらあるんだと別に自分を嫌おうとしてんじゃないんだというような感じで見るとまた変わってきますよねあんまり自分中心で考えると あのなんて言ううでしょうね自分がにプラスにならないですよ、うん、っていうのはありますのでもったいないんですよね関係性とかももったいないのでそこから発展したかもしれないのにそんなごとによって男女関係恋愛関係とかだったら潰れちゃうとか「あのえ何えなんだこのメール」みたいなあの思ってもみなかったりとかすると「ですねえこういうこと送ってくる人なの?」みたいな感じで本当にマイナスに働くってことあるんで。 そこはもうね、大人だし、ちょっと気をつけておくといいかなって。本当にいろんな状況あるんで、保険医療とかっていうのも、今、本当ね、これはあなたに対して別に、あの、何かアピールとかじゃないんですけど、本当に今、暴殺されてるんですよ、私。そのセミナーが、ね、ずっと拘束されて、で、プラス移動時間があって、ね、県外ね、一件ずつ一日移動するんで、で、それプラス、いろいろ一問一答とかもやっての、 あの保険医療のサイトを作ったりとか返信とかやってるんででも無視してもないし陥れる気もないんですよねですからあのそういったところをね勘違いして思い込むって本当ちょっともったいないお,お互いにねもったいないなって思うので、まあ、相手の状況をもんぱかるっていうところはですね、まあ、いつも持っておくといいかなとで確認取りたい時はフラットに送って送るといいですよねなんか攻めるような感じで送っちゃうと本当に もったいないなって思うので、権利って思うかもしれないですけど、確かに権利ってあるんですよね、法律上は。でも、感情の中に権利ってないですからね、人間と人間の感情に。ですから、あの変に思われたらもうおしまいみたいなとこあるんであの、そういうところはですね、自分をプロテクトする意味でも、そして相手をこう尊重する意味でもあの持っておくといいかなというふうに思います。相手の状況を鑑みよう。これが今日のデイリーマインドセットです。